はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時をちょいと回りました。7月は25日のですね、木曜日でございますね。まだ今週は明日がありますね。明日金曜日があります。はい、ウォンがね、だんだん戻してきました。よかったやんという感じですけどね。1380まで戻しました。いやー、不自然な戻し方ですかね。大変不自然な戻し方をしてますけど、まあまあね、まあまあ別にどうってもないんで、さて、ですね、行きましょうか。これね、昨日他のメディアにも出ていました。イギリスの参謀総長、参謀総長というのはですね、まあ言うてみればですね、まあ軍のトップと言っていいでしょうね。トップ2かな、トップ2なのかな。司令官って言いますから、陸軍のトップは何年ろ、陸軍の何やろね、参謀総長よりも偉い人っているのかな、司令官みたいな人いるのかもしれませんけどね。反欧米4カ国の連携警告、3年以内に備えようと、陸軍参謀総長と。もしかしてトップかな。ようわからん。はい、ですね、国防大臣と言いますけども、あれは文官なんですね。軍隊ってね、こう軍政とね、何だったかな、軍政とですね、実際戦争する方は何て言うのかな、忘れました。二つあるんです、系統がですね。軍政というのは、この管理なんですね。管理部門ですね。で、まあ、普通の会社で営業部門みたいな、実際、こう、現場に出て働くという作戦を立案して実行するような、この二つの系統があるんですけど、そっちの作戦をする方ですね。英国のウォーカー陸軍参謀長官、参謀総長は23日、欧米と対立するロシア、中国、イランと北朝鮮の4カ国が軍事的連携をますます強めていると警告し、軍は3年以内に戦争を戦うか、それを抑止する用意を備えなくてはならないと主張した。メディアが報じた。もうちょっと言いますね。6月に就任したウォーカー氏は、中ロとイラン、北朝鮮を動乱の枢軸と定義。4カ国は武器や技術を共有する相互取引関係を築いており、連携の動きは2027から28年までに一定の到達点に至ると分析。これらの国々との衝突も想定し、軍は27年までに戦闘能力を倍増させる必要があると訴えたと。これだけの記事なんです。なんかね、こういう記事を読んでいても不思議やな。イギリスっていうのは不思議な国やなと思いますね。イギリスってね、日本より小さい国なんですよ。人口8000万やったかな。つまり日本のですね、4分の3、ちゃう、3分の2かな。そうですね。日本1億2000万いますからね。3分の2のサイズなんですね。で、もちろん GDP もですね、日本よりもちょい下です。ドイツは同じぐらいで日本より上なんですね。ドイツ人金持ちや、ほんまに許せへんわと思ってしまいますけどね。まあ、それはええとしましてですね。ただのイギリスなんですよ。昔は世界帝国でしたよ。だって世界中に植民地があっても。その世界帝国だったイギリスをね、大英帝国ですよ。大英帝国をただのイギリスにしたのはね、誰やねんって言ったら日本なんですよ。日本と戦争したおかげでですね、イギリスはただのイギリスになってしまいました。何よりもインドを失いました。インドを失って、まあインドだけじゃなくて、インド、ビルマですね、でからマレーシア、シンガポールを失ったんですけども、それは日本と戦争したことによって、それがきっかけになり失いました。ビルマまでは日本が占領したんですけどもですね、インドは占領できなかったんですね。でもですね、インドがそれまでも独立運動があったんですけどもですね、日本に協力したですね、チャンドラ・ボーズという人々のですね、インド国民軍というのが形成されたんですと。でですね、イギリスからすると、やつらは反乱軍であると、反乱であって犯罪者であるとして、犯罪者として処罰しようとしたんですね。
うん、インドからすると自分たちのために戦ってくれたらあれやないかと、それを犯罪者にするのかと、いわゆる日本人であれば、日本兵であれば敵国捕虜の扱いになってジュデーム条約が適用されるんですけど、イギリスからするとですね、インド人で日本軍にくっついてやったのはただの反乱なんで犯罪者として処罰されると。それに対してインド人が猛反発して、そこからですね、収拾がつかなくなったんですよ。でイギリスは泣く泣くインドをしてたんですね。あれは大きかったと思いますよ、イギリスにとっては。でただのイギリスになったんですけど、ただのイギリスですよ、今のイギリスって。だからそのただのイギリスがね、まあそのロシアの心配するのは分かりますよ、まあ近いし、まあ隣国と言えなくもないね、ロシアと イギリスは。まあずっと積年のライバルでありますからね、こう200年ぐらい、まあ、それは分かるんですけど、北朝鮮と中国とイランの心配をするのみたいな感じですね。北朝鮮なんか全く関係ないでしょ。ただね、1950年から53年にあった朝鮮戦争というのがありました。これで韓国側に立ってですね、戦ったのは国連軍なんですね。国連軍の中には実はイギリスの部隊も入っていました。イギリス、カナダ、オーストラリアの部隊が入ってましたね。そこで少しは関連あるけど、別に次ね、何か発火した時に、じゃあ小さな部隊を派遣するだけでしょう。せいぜい1000人とか2000人ぐらいの。で、イラン、遠いやん。遠いし、イランが何か悪いことをしてて、確かにですね、風刺派がですね、航海をですね、封鎖みたいなことをしてて、クソ迷惑ですけども、まあ、でもイギリスから遠いやんという感じですね、中国も遠いやん。で、もちろんその香港の恨みがあるんですけどですね、いや、なんでその4カ国に言及してね、自分のところのイギリス軍がですね、いつでも戦争できるようにしなあかんねんって言ってるのが、いや、僕から見ると滑稽ですよ、はっきり言うて。君ら関係ないやん、みたいなと思うんですけど、いまだにでもイギリスってね、旧植民地との関わりもそれなりにあるんですよね。それなりにあってですね、だってジェームス・ボンドって、あれイギリスのスパイですよ。世界中でなんかしてるやん。どこにイギリスの権益があんのみたいな感じですよね。そう。なんでですね、不思議やなぁと。まあでもね、いつもね、彼らはですね、大英帝国ではなくなって、ただのイギリスになったんだけど、もうですね、気分はまた大英帝国なんでしょうね。なんて言いますか、規模の割にはですね、イギリスの持ってる影響力ってやっぱりすごいですからね。かといってね、軍隊がですね、じゃあ北朝鮮まで来て戦争するのって、まあ別に、さっき言ったように部隊を派遣するかもわかりませんけどね、まあその程度やんということですよね。いやでも、滑稽なんですけど、立派やなと思うんですよ。日本がですね、日本の自衛隊がですね、もうウクライナの次はあれやでと、ヨーロッパで戦争を起きる境にお前らも頑張れって、いつでも戦争できるようにしとけって言ってるもんなんですよ。言ってみれば。日本は憲法上無理でしょ、それは部隊を派遣するのは。無理ですけど、もし仮に憲法がなくって、あれ自衛隊ではなくて日本国軍であればですね、そういうようなもんなんですよ。あっちヨーロッパ行って戦争するのみたいな、そういうのありますよ。まあ過去第一次大戦の時にね、日本は海軍部隊を派遣したんですけどね。まああれはついでみたいなもんですからね。で、海軍部隊派遣したんですけど、いやー、でもね、前は、ほんまに。でもね、そのイギリスのですね、参謀長って、もう偉い人ですね、陸軍のトップがですね、そうおっしゃってるということはですね、戦争の危機というものがですね、迫っているのかもしれませんね。なんて言いますか、イギリスのね、外交感覚、あるいはインテリジェンスの感覚って、これは間違いなくトップクラスですよ。イギリスに MI6 という有名なスパイ組織がありますけど、これは CIA とですね、勝るとも劣らない情報収集力があります。うん。で、あと、この外交の感覚ね。まあ、これ、アメリカよりも鋭いんちゃいますかね。いや、トップクラスですよ。だから、軍隊もですね、まあ、イギリスはどっちかというと海軍の国ですけども、まあ、陸軍も弱くないんでね。そう言うてるんであればね、何かを嗅ぎ取ってるんだと思いますよ。だからもしかしたらほんまにですね、こう4年以内ぐらいにですね、本格的な、ウクライナみたいな、ああいうのがまだどっかでボッと起こる可能性はありそうですけどね。僕、ロシアは無理やと思うんですけどね。なぜかというと、今でもかなり弱ってるのに、また、
またもう一発ウクライナみたいなのをやる能力はもうないと思いますけどね。中国は何かやらかしそうですよね。まあ台湾でしょうね。やらかす可能性あります。はい、ということでございます。一応このですね g.com のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。